ネジ入っとったんか。完全になくなりましたね。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はアイアンマンの91号を組み立てます。いよいよあと9号となりました。本当に完成するのかな、このペースで。じゃん、お知らせが、お知らせが入っています。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのアイアンマンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。はい、それではですね、今回の表紙はこのごつい感じになっております。そして、アイアンマンマーク3ロールアウト間近、他では決して手に入らない完全受注生産。受注生産だから注文した分だけ作るよっていうことで、ディスプレイ、これアクリルとこのベース、アイアン専用ベースかな、じゃんですね。まずこれが3ミリの厚さのアクリル板です。54センチ×54センチ、正方形の高さが 69.3センチ。で、背景のシートが2種類あるそうです。このバージョンとこのバージョン。で、天井は取り外し可能です。これが29,000円と書いてあります。で、光る回転する LED でライトアップできる光るスタンド、あれ、ちょっと待ってよ、これはこのこれが19,800円で、このアクリルケースは29,000円で別売りですね。ってことはこのアクリルが29,000円足すこの19,800円で、どっちもで48,800円、約5万円ですね。さらにこちらのダメージ仕様のパーツが、こちらが6,900円×4回なので、これが27,600円なので、これ足すこっちの約5万円、48,800円合わせると、全部揃えようと思ったらプラス76,400円必要ということになります。はい、これまあダメージ、まあ、全部欲しいですけどね、さすがにちょっと全部揃えようと思ったら大変なので、もうでも専用ベースとアクリルケース、これ悩ましいですね。申し込み締め切りはこちらは6月30日、こっちは7月25日の締め切りになっています。はい、それでは早速91号作っていきます。頑張っていきまーす。それでは腹部を組み立てる2ということで、
バックガードにジョイントボタンを取り付けます。これがバックガード、バックっていうぐらいだから背中の方向かな。それからジョイントボタン押せるんかこれで、スプリングサポート、スプリングが2つ、ネジ入っとったんか、完全になくなりましたね。まあ、GP ネジならいっぱいあるので前の GP ネジを使いたいと思います。本当にない。はい、それではまずこれを裏返しにして、おお、めちゃ突き出てる。でここに後ろ向きにしてこうはめます。ここまで、これをこうはめるまでのところで4つも写真がある。すごい丁寧。そしてこれをひっくり返して、でバネ上下ないよね、バネを、あ、違った、ここじゃなかった、全然入らんと、ここの2つに入れます。サイズが全然違うと思ったらここでした。はい、そしたらこれをこう向きで、この2つの突起をこの中入れて、こうですね、軽く乗せてここネジ止めして完成です。ネジを前のやつ GP ネジ、めっちゃ探して、過去に GP ネジって一回も使ってなくて、あ、一回もっていうかこれ一個あったんだけど、あの一個しかなくて、あ、もう絶対絶命と思ったら床に落ちていました。すいません、ちゃんと今日入ってました。じゃあこの新しいのを使います。いや、ちゃんと入ってたね、絶対絶命と思っちゃった。でちゃんとあのプラスチック用の P のネジは青で、 M のネジは黒い文字が書いてあって、すごいね、良心的で分かりやすくて、しかもチャック付きですっごい保管がしやすくて、アイアンマンのネジ関係はねめちゃくちゃ良かったです。あ、待ってこれネジが入っ、バネが入ってないよね、バネ入れんといけんか、あー、バネが入ってないね、これガーン、全然入ってない。はい、できました。それでバネがちゃんと入ってるね。さっき全然入ってなかった。はい、そしたらここから押せるんかな。あ、押せる、カチカチ、お、押せます。はい、できました。背中なのでここに、ここかな、あ、ここっぽい、めちゃめちゃここっぽい、完全にここだ。はい、それでは今回はここにネジが入ってないと思ったらちゃんと入ってた事件と、それからここにこの突起にネジが入ってない事件で、ダブルネジが入ってない事件でしたが、無事完成することができました。ありがとうございました。それでは次回のアイアンマン92号は腹部を組み立てるということで、これの写真っぽいんだけど、
これ何かするのかなと思います。ちょっとこれね、もうね、なんか軽くはめたら取れなくなっちゃって、もしこれに何かするんだったら次回ちょっと困るなと思います。どうしよう。はい、それではアイアンマンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてタンサップではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた、入らない、次の動画でお会いしましょう。違うんかな。タンサックでした。またね。ということで、今回はデアゴスティーニの週刊アイアンマンをご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またね。